ワスプはアメリカ海軍が第二次世界大戦で運用した航空母艦。アメリカ海軍においてワスプの名を受け継いだ艦としては8隻目に当たる。同型艦はない。ワシントン軍縮条約の制約によりヨークタウン級航空母艦を若干縮小した艦型で日本海軍の総流と同級の中型空母であった。太平洋戦争開戦時、本艦は 大西洋艦隊に所属していた。1942年4月下旬と5月上旬、地中海のイギリス領マルタにスピットファイア多数を空輸し、マルタ戦域で重要な役割を果たした。その後、太平洋戦線に転戦して、ガダルカナル島攻防戦に参加、ホレスト・シャーマン艦長の指揮下で行動中の同年9月15日、ガダルカナル島攻防戦において、 日本海軍の E19 の魚雷攻撃を受けて沈没した。アメリカ海軍はワシントン海軍軍縮条約で航空母艦建造用に割り当てられた排水量13万5000トンでレキシントン級巡洋船艦の1番艦レキシントンと3番艦サラトガを航空母艦に改造した。レキシントン級航空母艦2隻の合計排水量は6万5000トンで、 残り枠は6万9000トンであった。そこで1万3800トン級空母5隻の建造を計画し、アメリカ海軍通算4番目の空母として、レンジャーの建造を開始する。ところが、完成時には1万4500トンに拡大し、性能と機能の点でもアメリカ海軍の期待に応えられなかった。アメリカ海軍は、レンジャー級の建造を中止し、残り枠内で、 拡大発展型2隻を建造することにした。これが、ヨークタウン急行空母艦2隻である。条約で定められた、空母保有割当て排水量の残りは14,500トンとなり、小型空母1隻の建造が可能であった。この枠内で建造されたのがワスプである。ワスプは、アメリカ海軍最初の空母、ラングレーの大艦であった。 ワスプの基本設計は、この時点のアメリカ海軍における最新型空母に、準じた。ヨークタウン級の建造で検討された、設計案のうち、排水量の近い15,200トン設計案を用いて、ヨークタウン級の巡動警官として、保管とする方針であったが、前述通り、空母排水量制限が予想よりも厳しいものとなった。 そのため15,200トン設計案は棄却されて新しい艦型でレンジャーの巡動計艦として新規に設計が開始された。この時点で空母レンジャーの運用で得られた傭兵側の厳しい意見が得られており、ワスプの設計はレンジャーの問題点を改正するとともにヨークタウン級の設計で得られた新技術を盛り込む形で設計が進められた。その結果、ワスプは 艦隊防空任務や爆撃機を用いた作敵任務を主とする代わりに雷撃機の搭載を考慮しないものとされた。ワスプはアメリカ海軍の空母としては小型で、日本海軍の総流とほぼ同級である。搭載機数も70から80機程度で、アメリカの空母としては少なかった。第二次世界大戦当初、ワスプは大西洋艦隊所属であった。 中立パトロールに従事し、1941年7月下旬には、アイスランド占領作戦で、戦闘機輸送任務に従事した。太平洋戦争勃発後の1942年3月下旬以降、新英戦艦ワシントンと共に、イギリスに派遣され、イギリス本国艦隊に加勢する。戦乱護衛任務や、ドイツ海軍が通商破壊に送り出したポケット戦艦及び、 従順アドミラル、ヒッパー捜索、戦艦ティルピッツ警戒等に従事した。また地中海での攻防戦にも投入され、マルタ島にスピットファイアを空輸した。1942年6月上旬のミッドウェー海戦で勝利したアメリカ軍だが、太平洋戦線配備の正規空母は3隻に減少した。逼迫する太平洋の空母不足により、ワスプは 太平洋艦隊に転籍する。ガダルカナル島攻防戦に伴い、第18任務部隊として南西太平洋戦域に進出し、フレッチャー中将の第61任務部隊に所属してウォッチター作戦に参加した。8月7日以降、ガダルカナル島に上陸したアメリカ海兵隊や輸送船団を援護する。その後はソロモン諸島南方で紹介や、 海上交通支援任務に従事した。8月下旬の第二次ソロモン海戦では燃料補給のため交代しており出番がなかった。アメリカ軍輸送船団の間接護衛と空母昇格以下のナグモ機動部隊に備えて警戒行動中の9月15日日本軍潜水艦、e、19の魚雷攻撃を受けてワースプは航行不能となり随反駆逐艦ランズタウンにより来撃処分された。 1940年に撮られたワスプ。格納庫のシャッターが開放されており、格納庫内が見える。ワスプは、監視と監尾の未還元の高い船体形状であったが、ヨークタウン級で問題となった、上部構造物の大型化に禁する船体傾車に対応するため、船体形状が左右で異なるという特徴があった。監視形状は鋭角なクリッパー型監視で上端から側面にかけて、 プルワークを設けるなど、従来の空母よりもしのげなみ製の向上に努めており、レンジャーとヨークタウン級の艦首部の高さが約12.2メートルであったのが、本艦において約13.7メートルまで高くされておりしのげなみ製は良好だった。強度看板である飛行看板から機関室の上あつらである下看板まで合計1枚の看板が設けられていた。 三段目の甲板に格納庫が設けられ、その両側に側壁を立てて飛行甲板を設置していた。1942年に撮られたワスプ。全部格納庫の側面に折りたたまれた T アザ城の原則エレベーターが見える。アイランドの形状はヨークタウン級と同様に船体中央部に低い環境の上に、 マーク三十三型射撃精準装置が一機、その背後に三脚式のマストと一本煙突が立つが、ボイラー数の減少化と軽量化の観点から、煙突はヨークタウン級よりも小型のものとなっているのが、識別点であった。ワスプの飛行艦板は、海面から約十七点九メートルの高さにあり、そのサイズは縦二二百十一点六メートル幅二十八点三メートルで、レンジャーよりも、 約16メートル長く、左舷側が弓なりに広くなっており、採用幅では、ヨークタウン級をもしのぐ28.3メートルとなった。着艦制動装置は、工作横張り着艦制動装置を改良した、マーク4型制動装置を装備していた。飛行甲板の全部には、飛行甲板上の艦載機を守るために、車風柵が、計2機が設けられていた。飛行甲板の下には、 開放式の格納庫が一層分設けられており、格納庫の寸法は高さ5.3メートルで、長さ159.1メートルで、幅19.2メートルの容積があった。カタパルトは、ヨークタウン級と同じく H2 型を採用しており、これを飛行甲板に2機と格納庫に2機の、計4機で、ヨークタウン級よりも1機、多かった。当初の要求で航空局からは、 エレベーターはすべて船体中心線上に3機を搭載するよう要求されたが、管型が小型すぎるために3機も設置すれば、格納庫スペースを圧迫して、搭載数を満たせなくなるために、船体内に設けられたエレベーターは2機のみとなり、体価17.7トンで、縦14.6メートル横13.4メートルで、ヨークタウン級と同性能のものが用いられたため、一番エレベーターは、 船体中央部となったが2番エレベーターは、レンジャーのように完備ギリギリに配置された。一方、3機目のエレベーターは、アメリカ海軍で初の試みとして、左限格納庫の側面に折りたたみ式の原則エレベーターを設置することで解決された。この原則エレベーターは、T 字状をしており、横棒の部分に機体の前輪を乗せ、縦棒の部分にオリンを乗せる形で運用された。 1942年に取られたワスプ。環境上のマストにククサムレーダーのアンテナが新設されたほか、環境の手前に増設された2センチメートル単層機銃の機銃座が見える。ワスプは缶型を小型化すべく、対空火器のみを搭載した。このため武装の配置は、飛行艦板を阻害しないように格納庫の四隅に張り出しを設け、そこに主武装として、 マーク1 0 1 2 7トル広角砲を単装砲貨で2機ずつ4箇所で計8機を配置していた。この他に近接火器としてマーク1 2 8トル機関砲アイランドを前後から挟むように4連装砲貨で背負い式で2機ずつ計4機を搭載し、他にブローニング1 2 7ト、mm、ル機銃を単装砲貨で計24丁が監首、 完備乾板と飛行乾板の側面に追加された。収益後の1942年1月にアイランドにククサムレーダーを搭載した。同年6月には 12.7mm 機銃のうち18丁を撤去し、新たにボ母ーズ 4cm 機関砲を4連装砲画で1機、近接器としてエリコン 2cm 機関砲を単装砲画で32丁に更新した。 前述のようにワスプは搭載機数の拡大を最優先課題として設計されたため防御力は限定的なものとなり水面部走行は主要部分も含めてカットされた。このため防御は打機室の側面に最大で 89mm 走行が貼られただけであった。建造段階では原則走行をつける追加工事が予定されていたが、その前に潜没してしまった。 水平防御も、飛行艦板防御は諦めて、下艦板にのみ 32mm 走行が貼られた。水栓下防御に関しては、レンジャーと同様に、大魚雷防御は全く考慮されていなかった。ワスプの機関は、ヨークタウン級よりも高温高圧化の進んだ、ヤーロー式重油戦掃水艦艦6機が採用され、これに従来と同じく、パーソンズ式、ギヤードタービンが採用された。 前述の水雷防御の欠如を補う目的から、本館の機関配置は変わっており、ヨークタウン級では、ボイラー室の後部に推進機関を配置する前、時代的な全艦前期配置であったが、本館においては、ボイラータービン、ボイラータービンと交互に配置する、シフト配置が採用されていた。このため機関室は、横隔壁によって隔てられ、ボイラー室は、 重核壁により3室に分けられていた。監守から記述すると1番ボイラー室に並列配置で、ボイラーを1室あたり1機ずつで3機、その後ろの機関室に、タービン、2番ボイラー室、2番機械室の順であった。機関出力は、レンジャーの53,500馬力よりも向上した7万馬力を、発揮したが高速を発揮しづらい短い、船体形状のために、 速力は29.25ノットに止まった。大やけみの燃料消費量から重油2400トンを搭載した状態で、速力15ノットで16,900回里を航行できるとされた。なお、建造途中に機関技術が発達したため、アトランタ休憩巡洋艦と同じ機関構成にして、速力30.0ノットを持たせる計画もあったが、予算的な問題で破棄された。 ワスプは1936年4月1日に、マサチューセッツ州クインシーのフロントリバー造船所で寄港された。海軍省次官チャールズ・エジソンの夫人、キャロリン・エジソンによって1939年4月4日に浸水した。マサチューセッツ州サウス・ボストンのアーミークォーターマスターベースで1940年4月25日に、初代艦長ジョン・ W ・リーブス・ジュニア大佐の指揮下で、 収益した。すでに第二次世界大戦が始まっており、ワスプは大西洋における中立パトロールに従事した。1941年1月より、空母レンジャーと共に大西洋艦隊に所属し、収益訓練を行いながら緊迫する、情勢下で陸軍機の発艦テストに使用された。このためワスプに飛行隊を乗せて収益したのは、太平洋戦争後となった。前年5月10日、 イギリスはデンマークの自治領だったアイスランド王国に攻め込み、アイスランドを占領して北、大西洋における拠点とした。1941年7月からイギリス軍に代わってアメリカ軍がアイスランドを占領することになった。ワスプは陸軍用の戦闘機 P-40 などを積み込み、7月下旬に従順便センス駆逐艦をブライエンウォークに、 護衛されて、アメリカ東海岸を出発した。戦艦ミシシッピなどと合流し、アイスランドに向かう。8月上旬、戦闘機を空輸し、アメリカ本土に戻った。太平洋戦争開戦時、引き続き大西洋艦隊冷下において、クック少々が指揮する第三航空戦隊に所属していた。12月24日の時点で、アメリカ東海岸、ハンプトン停白地には、 戦艦、空母などが停泊していた。マルタ島へスピットファイアを輸送した時のワスプ一度目のマルタ輸送作戦時の本館。回四回、ワイルドキャットの後方にスピットファイアが見える。二度目のマルタ輸送作戦時の本館。後方の空母は、イーグル。1942年1月14日、ワスプは、ノーホークを離れて、北に向かい、ニューファンドランド島、アージェンティア、 メイン州、カスコ湾に寄港した。3月16日ノーフォークに向かう。翌17日の朝、ワスプは駆逐艦スタックに衝突した。ワスプは21日にノーフォークに入港。3日後にはカスコ湾に戻った。アメリカ軍は、新衛戦艦ワシントン空母ワスプ、従順洋艦を位置た従順タスカルーサなどで、第39任務部隊を編成し、同部隊は、 大西洋を横断して、イギリスのオークニー諸島、スカパフローに移動することを命じられた。司令官は、ジョン・ダブルー・ウィルコックス少将で、ワシントンに、勝機を掲げていた。3月26日、第39任務部隊は、メイン州ポートランドを出発し、イギリスに向かった。ワスプの艦上爆撃機は、対戦紹介とともに、ワシントンや巡洋艦に対する模擬空襲を行う。 翌27日、荒天高下で、ウィルコックス少将がワシントンから転落して、行方不明になった。ワスプは、ウィルコックス司令官を捜索するため、艦爆4機を発進させたが、1機が着艦時に大破して登場員2名が戦死した。ウィチタ座城のロバート C ・キッフ,フェン少将が、第39任務部隊の指揮を引き継いだ。4月2日、第39任務部隊は、 イギリスの軽巡洋艦エディンバラを中心とする部隊と合流し、翌3日アサスカパフローに到着した。ギフェン少将はワシントンに正気を移し、第39任務部隊はキング・ジョージ5世級戦艦などのイギリス海軍艦艇,艇と訓練を行った。この海域における最大の脅威は、ノルウェー中部西岸のトロンハイムに潜むビスマルク級戦艦2番艦のティルピッツであったさらに、 ドイッチュラント急走交換やアドミラルヒッパー910巡洋艦も北方水域に配備され出撃準備を整えていた。第39任務部隊の大多数は本国艦隊に加わりソ連に向かう援助戦団の護衛やティルピッツ警戒に従事した。この頃イギリスは北アフリカ戦線や地中海戦線でも苦戦しており地中海の重要拠点たるマルタをめぐって 連合軍と数軸軍の激戦が続いていた。マルタへの増援輸送は急務であった。一方の数軸国側も空挺部隊によるマルタ占領作戦を準備する。アドルフ・ヒトラ総統の躊躇により北アフリカ戦線の様子を見るため、ヘラクレス作戦の発動は5月以降に延期されていたが、本来ならば4月下旬に実施予定だった。 ワスプは4月9日にスカパフローを離れ、スコットランドのクライドワン、クリーノックへ向かった。ワスプの任務はマルタへの戦闘機輸送であった。空母によるマルタ空輸作戦をクラブランと故障する。4月13日、グラスゴーでスピットファイアに個中隊を乗せ、翌14日に出発した。護衛として、巡洋船カンデナウン防空巡洋艦、カイロ C 級系巡洋艦カリブディス。 ベンソン級駆逐艦マディソン、ベンハム級駆逐艦ラングなどが随伴した。4月19日ジブラルタル海峡を通過し、20日マルタへ向けてスピットファイア48機を発進させ、イギリスに戻る。スピットファイアは47機が到着した。だがマルタ進出直後にドイツ空軍の爆撃を受け、さらに絶え間ない戦闘で急速に消耗した。その後、 ワスプは再びスピットファイアを搭載する。5月3日、A 空母イーグルと共に地中海へ向かい、9日にマルタへ戦闘機を送った。2隻の空母からスピットファイア64機が発進し、3機喪失のみでマルタに進出した。制空権を失いかけていたマルタ島は息を吹き返す。マルタのスピットファイアは早速ドイツ空軍機を多数撃墜し、 戦況は劇的に変化した。イギリス空軍年間には栄光の5月10日と記録されている。イギリス首相ウィンストン・チャーチルはワスプの活躍に感謝の辞を送る。蜂は二度させないなどと誰が言ったんだと語った。なお本作戦時、ドイツ軍はドイツ空軍が地中海でワスプを撃沈したと宣伝した。ワスプ上組員たちは失笑したと言う。 第一次ソロモン海戦1942年に太平洋で取られたバスプアメリカ海軍は1942年5月上旬の35回海戦で日本軍のポートモレスビー海路攻略作戦を中断させ戦略的勝利を収めたが大型空母歴トとも失った日本軍がミッドウェイ島攻略を目指したミッドウェイ作戦時日本海軍は 太平洋配備の米空母を3隻と判断し、レンジャーは大西洋にあり、ワスプの所在は不明、特設空母は6隻程度完成して半数は太平洋にあるが、積極的作戦には用いないと判断した。6月上旬のミッドウェイ海戦で、アメリカ海軍は勝利したが、空母ヨークタウンを失う。アメリカ太平洋艦隊の運用可能主力空母は3隻となり、ワスプは 太平洋に転戦することになった。ワスプは修理と改修のため、ノーフォーク海軍交渉入りする。この停泊期間に、リーブス艦長に代わって、ホレスト・ピー・シャーマン艦長が着任する。6月6日、戦艦ノースカロライナ重巡洋艦、クイーンシー・軽巡洋艦産不安駆逐艦6隻から構成される第37任務部隊とともに、ノーフォークを出港した。 部隊は6月10日にパナマ運河を通過し、ワスプは第18任務部隊に配置外となる。6月19日にサンディエゴに到着すると、ワスプは関西機の残りを搭載した。7月1日、第2海兵連隊を乗せた戦団とトンガに向け出発した。当時日本軍の拠点であったソロモン諸島への進行準備は進められていた。 ワスプは第18任務部隊の機関となり、レイノイズ少将が正規を掲げた。ワスプが南太平洋へ向けて航行中の7月上旬、日本軍の第4艦隊の設営隊は飛行場建設のため、ガダルカナル島に上陸する。連合軍上層部は日本軍がガダルカナルからニューヘブリデス諸島及びニューカレドニアを攻撃可能になったことを理解し、 敵が強固な陣地を構築する前に攻撃を行うことを決めた。南太平洋方面部隊は遠征部隊と基地航空部隊に分かれ、遠征部隊の基下に航空支援部隊と水陸両用部隊が配備されている。遠征部隊の指揮はフレッチャー中将が取るが、航空母艦支援任務はノイズ少々が取り、基地航空部隊はゴームレイ中将の指揮下にあるという複雑な 関係だった。ワスプは空母サラトがエンタープライズ、戦艦ノースカロライナと共に、フレッチャー中将指揮下の第61任務部隊に配属となる。第61任務部隊は航空支援攻撃を行うことになっていたが、フレッチャー中将は水陸両用部隊のリッチモンド系ターナー少将と海兵隊指揮官バンデクリフト少将に、 空母機動部隊は上陸開始から48時間で引き上げると通告した。ターナー少将は、荷上げにいつか程度かかると判断していたので、フレッチャー中将の判断にことを唱えたが、覆らなかった。8月7日朝、連合軍は、フロリダ諸島及びガダルカナル島に上陸を開始、フロリダ諸島の戦いとガダルカナル島の戦いが始まった。 日本海軍のラバウル航空隊は直ちに攻撃を決意、一式陸上攻撃機と九十九式、艦上爆撃機を送り込んだが、特筆すべき戦果は駆逐艦、マグフォード中派程度であった。エンタープライズ所属の F4 階、ワイルドキャット一機が空戦の後ワスプに緊急着陸した。サラトガでは、フレッチャー中将が日本空母に恐怖を抱いていた。 ニューブリテン島のラバウルを偵察した B-17 が同方面で空母一隻を発見していたためである。レース1 0 0 99間爆輸送任務のため偶然にも改造空母のヤワタマルがラバウル近海まで進出していた。フレッチャー中将はサラトガに日本空母攻撃のための準備を整えておくよう命じ、ワスプには翌日午前中に ラバウル方面の空母、エンタープライズには同日午後に、ラバウル方面を偵察するよう命じた。8月8日、ラバウル航空隊は、第61任務部隊を捜索したが発見できず、一式立航部隊は、ガト機の連合軍輸送船団を攻撃した。そして大損害を受けた。ワスプの戦闘機部隊は、一式立航の攻撃が始まる前に母艦に、帰島しており、 サラトガとエンタープライズの戦闘機が日本軍攻撃隊を擁撃した。駆逐艦ジャービスが大破し、輸送船ジョージカイエリオットが被弾炎上して放棄された。同様日午前8時15分、ワスプから2機の SBD ドーントレスが発進し、ラバウル方面に向かった。ワスプ機は3体サベルジマレカタワン付近で日本軍の水上偵察機1機を撃墜した。これは、 従順過去から発信した霊式、水上偵察機であった。同様か昼前、オーストラリア軍のハドソン偵察機2機が、相次いで、ブーゲンビル島、消えた沖合で、外南洋部隊を発見した。1機のハドソン機は、零9 2 7巡洋艦3隻、駆逐艦3隻、水上機母艦、または、方艦2隻、南位5度49分、統計156度07分、深度120度、 速力15節と無線報告し、ワスプでも受信した。ワスプでは、この敵艦隊に、水上艦艇部隊を派遣するか、空襲を行うかで、議論があった。8月7日と8月8日の航空戦において、ワスプは7日に延べ223機を出撃させ、8日に延べ89機を出撃させた。空戦で、戦闘機1機、SBD1 機を失い、 戦闘機によ事故で失った。フレッチャー提督は、ロバート・エル・ゴーム・レイ・チからの正式回答を待たず、燃料不足になったという理由で、第61任務部隊を退却させる。環状戦闘機が各艦合計99機から78機に減少した敵来撃機や襲撃機が多数行動中で、空母機動部隊が危険にさらされている、機動部隊は、 燃料不足になったという理由であった。空母機動部隊の支援を失った連合軍輸送船団と護衛部隊に三河艦隊が襲いかかった。8日深夜から8月9日未明の第一次ソロモン海戦で大戦火を挙げる。一方、三河艦隊の主要幹部は米軍空母機動部隊の空襲を懸念しており、敵護衛艦隊撃破という戦火で満足して戦場を離脱することにした。 1> 第1次ソロモン海戦が終わった8月9日、早朝時点で第61任務部隊はサンクリストバル島南端を通過していた。第61任務部隊にも第62任務部隊の苦戦や遊軍機の援護を求める電信が入ってきた。シャーマン大佐はラバウルに向けて撤退中の三河艦隊を追撃し空襲をかけることをノイズ少々に提案した。スプには 夜間襲撃の訓練をした搭乗員がいたからである。もし、シャーマン艦長の意見具信が通ったならば、ワスプ攻撃隊は、ニュージョージア海峡で三河艦隊を撃破した可能性がある。だが、ノイズ少将も、フレッチャー中将も退避を選択し、ワスプの攻撃は実施されなかった。第二次ソロモン海戦連合軍輸送船団が撤退したため、アメリカ海兵隊は、 ガダルカナル島に取り残されて孤立した。海兵隊員は、第61任務部隊の退避行動に厳滅を感じ、また食料と弾薬不足に悩まされた。それでも、ヘンダーソン飛行場の復旧と整備を急いだ。アメリカ軍に占領された飛行場を奪回するため、日本の大本営陸海軍部は、海軍陸戦隊、市木清次下陸軍大佐が指揮する、市木主隊。 川口清志県陸軍少将が指揮する川口市隊の派遣を決定する。一騎士隊第二艇団と海軍陸戦隊が分譲した輸送戦団を第二水雷戦隊が直接護衛し、第二艦隊と第三艦隊が間接的に護衛していた。フレッチャー中将が率いる第61任務部隊はソロモン諸島南部からエスピリットサント島にかけて海域を行動し、 紹介や海上交通保護任務に従事した。またヘンダーソン飛行場に航空機を運ぶためが等に接近した護衛空母ロングアイランドの間接支援も行った。8月23日朝、第61任務部隊は、プビー、カタリナ飛行艇が発見した日本軍輸送船団に向け攻撃隊を放ったが、発見できず空振りに終わった。ここ数日は、 大きな戦闘が起きる前と判断した、クレッチャー中将は、第18任務部隊を燃料補給のため、南下退避させる。このため手持ち2隻で、南雲機動部隊を迎え撃つ羽目になった。24日の第二次ソロモン海戦で、連合軍は、軽空母流場を撃沈し、水上規模艦地とせに損害を与えた。さらに、ヘンダーソン基地航空隊や B-17 の爆撃で、 日本軍輸送船団も被害を受け、ガトウへの揚陸作戦は中止されるに至った。しかし、第16任務部隊の空母エンタープライズが空母昇格艦爆隊により中破した。サラトガとエンタープライズは南方に期待し、ワスプと合流、このうちエンタープライズは修理のため戦線を離脱した。第2次ソロモン海戦に勝利して、日本軍輸送船団を撃退したフレッチャー中将は、 引き続き空母2隻と戦艦のオスカローライナを機関とする機動部隊を率いてソロモン諸島港海域で紹介任務を続けた。そのため、この海域に展開していた日本軍潜水艦の格好の目標となった。連合軍将兵は日本軍潜水艦が出没するこの海域を巨来交差点と呼んでいたという。8月31日、イ26が 米軍機動部隊を襲撃し、第11任務部隊の空母サラトガに巨雷一本が命中する。サラトガは修理のために戦線を離脱した。この時、フレッチャー提督も負傷した。さらに、第1次ソロモン海戦での責任を取らされ、空母機動部隊の指揮権を取り上げられた。第17任務部隊の空母ホーネットが最前線に進出して、第18任務部隊と合流し、 アメリカ軍は過労時で正規空母2隻を揃えて日本軍に対抗した。9月6日にはイ11が第17任務部隊を襲撃し、ホーネットが魚雷を回避している。輸送船団によるガト揚陸を諦めた日本軍は駆逐艦を用いた強行輸送作戦で陸軍兵をガトーに送り込んだ。9月12日以降、アメリカ海兵隊が守備する。 ヘンダーソン飛行場基地に川口清県陸軍少将指揮下の川口市隊が総攻撃を観行する。日本海軍の前進部隊と機動部隊も9月9日から10日にかけてトラック白地を出撃し、ガトー北方海域でアメリカ軍機動部隊を警戒していた。ナグモ機動部隊の主力艦は第一航空戦隊であった。9月12日、ワスプとホーネットは 佐トーヘンダーソン飛行場に海兵隊の戦闘機を空輸した。9月13日、第17任務部隊と第18任務部隊は二式飛行艇に発見され、海4回2機を差し向けたが逃げられた。情報を入手した、ナグモ機動部隊は、敵機動部隊までの距離が遠すぎることを理由に、攻撃隊の発進を取りやめ、反転北上した。 川口支体の飛行場占領が失敗したこともあり、日本軍機動部隊の行動は消極的になった。9月14日、第7海兵連隊を乗せた輸送船力隻及び護衛の巡洋艦特畜艦はニューヘブリディーズ諸島エスピリットサント島を出撃した。南太平洋方面艦隊司令長官はアメリカ軍機動部隊にソロモン諸島南丹山クリストバル島の 南西海面進出と海兵隊輸送船団の間接援護を命じた。9月15日、以後第19潜水艦がアメリカ軍のクルボ機動部隊を襲撃する。第18任務部隊に向けて発射された酸素魚雷6本のうち魚雷3本がワスプに命中する。大火災となって総員退去に追い込まれ、駆逐艦、ランズタウンがワスプを雷撃処分した。また外れた。 E19 の魚雷が第17任務部隊に向かい、戦艦ノースカロライナと駆逐艦オブライエンに一本ずつ命中した。ノースカロライナは戦線離脱を余儀なくされ、オブライエンは損傷が原因で後日沈没した。なお、ワスプイカが間接護衛していた海兵隊輸送船団は天候を利用して9月18日早朝にガトールンガ博地に突入、人員4000名、 戦車や武器弾薬両末の揚陸に成功した。ワスプ沈没に至る詳細は以下の通り。創出1942年8月に取られたワスプ。前方の中央に見える巨大な煙突の空母がサラトガで、右側がエンタープライズ。1942年9月14日、ワスプを機関とする第18任務部隊とホーネットを機関とする第17任務部隊は、 ガダルカナルへの増援部隊の護衛を行っていた。連合軍作敵機がガトー北方で日本軍機動部隊と戦艦部隊及び東京急行を発見して通報してきたので、ホーネットから作敵攻撃隊が発進した。だが、日本艦隊を捕捉できなかった。9月15日朝、インディスペンサブル女王を発信した霊式、水上偵察機が 米軍機動部隊を発見し、日本時間午前8時20分に、敵主力派空母1、巡洋艦6、駆逐艦7、震度340度速力24節、10分後には、南位12度30分統計162度30分、南位12.500度統計162.500度、-12.500、162.500地点航行中と報じた。 同時刻、西機飛行艇が連合軍輸送船団を発見した。輸送船団は進路を変え、疑問行動を行った。米軍機動部隊は、サンクリストバル島の約150マイル南東、ヌデニ島南西海域で作戦活動を続ける。この日のワスプは、対戦及び上空警戒担任であった。関西機は燃料を再補給し対戦紹介準備が行われていた。 ワスプでは日の出の1時間前から総員配置状態にあり、朝の探索機は10時に帰還した。日中は関西機が連合軍時間12時15分に日本軍の4発飛行艇を撃墜した以外、敵に遭遇することはなかった。魚雷が命中して炎上。右舷に風を当てるため点だ。左遠方で炎上。右の駆逐艦は、 第十九からの魚雷が命中したオブライエン。日本時間十一時四十五分頃。日本海軍の以号第十九潜水艦は、南位十二度二十五分統計百六十四度二十五分、南位十二点四一七度統計百六十四点四一七度、マイナス十二点四一七百六十四点四一七地点において、ワスプに対し、距離九百メートルで、酸素魚雷六本を発射する。 ワスプは警戒機と消火機の発進と着艦作業を終え、速力16ノットに落としていた。近距離で回避行動も間に合わず、魚雷2本が右舷全部に、魚雷1本が右舷中央部に命中した。火雷により大火災が発生し、同時に消火ポンプが破壊されて、沈下不能となる。フォレスト・ P ・シャーマン艦長は、総引退艦を命じた。ノイズ少将は、 地区艦ファーレンホルトに移乗した第17任務部隊と第18任務部隊では従順サンフランシスコに正気を掲げていたスコット少将が同艦と従順ソルトレイクシティでワスプを栄光しようとした。だが、ワスプは救える状態ではなかった。戦死者193名、負傷者366名と記録されている。ワスプの生存者はヘレナ、ソルトレイクシティ、 駆逐艦ラードナーなどに救助された。最終的に、バスプは駆逐艦ランスダウンにより来撃処分された。5本発射した魚雷のうち2本が不発だったという。1 9は随伴駆逐艦の爆雷攻撃で先行したため、効果を確認しなかった。日本時間18時、1 5が難易12度25分統計163度45分。 何12.417 2日7度統計163.750度 -12.417163.750 2日地点でワスプの沈没を確認した。なお、E19 が発射した魚雷6本のうち外れた魚雷がワスプの北北東約5回里にいた第17任務部隊に向かった。連合軍時間12時52分、戦艦のオスカロライナの左限全部に 巨雷一本が命中する。ノースカロライナは、応急修理の後トンガタプ島に向かった。連合軍時間12時54分、駆逐艦オブライエンの監守に、巨雷一本が命中する。この時は助かったが、応急修理を施して本国に向け開港中の10月19日、損傷が拡大して沈没した。ワスプ飛来地点と、ノースカロライナ飛来地点が離れていたので、 アメリカ側は E19 がワスプを撃沈し E15 がノースカロライナとオブライエンを撃破したと判断していた。しかし戦後の研究により一連の戦果は全て E19 によるものと判明した。サラトガとノースカロライナの戦線離脱、ワスプの沈没で9月15日時点におけるアメリカ太平洋艦隊の建材空母はホーネット一隻エンタープライズとサラトガが修理中。 新鋭戦艦はワシントンだけになった。ワスプは第二次世界大戦中の戦功で2つの従軍聖賞を受賞した。約1ヶ月後、アメリカ海軍はワスプの喪失を発表する。この放送により、日本側は E19 がワスプを撃沈したことを知った。本艦を記念し、オリスカニーとして建造中だったエセックス急行空母艦がワスプと改名された。 2019年1月14日、ポール・アレン氏が設立した財団が調査船ペトレルでワスプの残骸を発見した。このことは関西機であった TBF アベンジャーの写真などとともに財団のツイッターで3月13日に発表された。これにより太平洋戦争中に沈没したアメリカ海軍の正規空母4隻は全て発見されたことになる。ありがとうございます。